错字，升级的级错字。不参加没有胜算的作战，不是因为你太胆小，是因为我够聪明。好，我很聪明。其实我觉得可以试试看。低等怪，等级21等，这边才10等怪。哎。Thank you.
啊，他学个屁啊，クラスゼロ任務開始。死了啊！任せてくれ。靠呀！死定的啦！我昨天只打得到而已啊，剩下都是垃圾。S 也是垃圾。嘎，没有用啊！我的 Jack 挂了。期待に応えます。不行啊，看来要输了。よろしく。いいから下がれ。啊，这个没有弱点啊，这个没有弱点，我不知道怎么打啊。死了，死光光，再见。谢谢各位。好，看来还是不能接，打不赢，白爬白爬白爬。不赢啊！取消。
太远了吧。挂了啊！我的 caster 也挂陆行鸟养育家，生出了新的陆行鸟。
会いたかったよ。特别的东西，这也没有特别的东西，剩六小时。すげえ本の数だな、おい。死ぬまでかかっても読み切れねえだろ、これ。サクサク読むんで、長生きすれば可能です。クリスタリウムでは静かにしたまえ。まったく。候補生たる者が恥を知れ。おい、こら。そこまで言うことねえだろうが、教養のない人間とは話したくない。だったってめえ、おい、やんのか、おい、こら、おい、やめなさい、ナイン。どうだい、俺に教養がないだって。自慢じゃねえか。俺はな、オリエンス四大国全部言えるぞ、こら。ナイン、残念ながらそれは教養ではなく常識に分類されます。私はこれで失礼させてもらうよ。その、映ると困るからね。大丈夫ですよ。安心してください。バカは空気感染しないはずですから、私はナインを避けたりしません。ああ。それ喜んでいいのか、おい。不是零班的死亡人数是零啊，是零班的莫名其妙的复活。哇，出不了门啊，剩两个小时。小四，不可以随便用其他班级的魔法阵。你是库珀，你少一个音。他是库珀，干，你刚才看他的字幕也是写库珀啊，你少了一个音。那。算了，两个小时，直接打仗了。喂，お疲れ様。お疲れ様。
伊斯卡，哦，不是伊鲁卡，伊斯卡潜入指令，企图夺回伊斯卡，必须趁着混乱加以镇压，甚至魔晶石。好，开战 ，Go Go！动力炉上，并且引爆夺走全部能量，期待物防护的魔法吧，它可以保护各位。さあ、気を引き締めましょう。明银航空空翔，明银航空空翔，就一直是我可以搭飞机过去吗？期待してるぞ。巡航飞空艇再次展开定期航行，可以搭乘定期航班前往朱雀镇压的地区。南桥你想去哪里呢？玉阁150，好，我有钱，飞哦。啊，这油不能进去了。对，你人好好哦，我也知道。我也知道我人好好啊。哇，对不起。没钱啦，叫我打十只白竹蜈蚣吗？
哦，不是打了十只。哎，刚刚那不是白族蜈蚣吗？怪怪。在森林里面打的不算了，我记得我刚刚遇到蜈蚣啊，哇、哦，妖气大只啊！哎，没有砍到。哦。破三百，在这边打，打十只哦，宝贝儿，帮你打。噔噔噔噔噔噔噔！哎，要飞去哪里？哎，砍不到啊！砍不到啊！不到啊！要跑啊！我怎么又我啊？哎，我是委托。
哎，干，那只就入侵鸟，干是要抓它了。带入侵鸟是要从原野上抓的啊，抓了就拿来用啊，不用啊，就抓到了，那也很方便，干他在原野上一直绕跑，难抓的要命。这是谢礼哦，好，クラスゼロ任務開始。ここは霧がひどくファイヤーの魔法、これより敵を誘導する。水路の水は、作戦の説明は私がしよう。クラスゼロ、聞こえるか？その先にあるのが排水バルブだ。それを操作することで水路から水を抜ける。目標はガイドマーカーで確認しろ。魔城石の設置を急げ。
地上部隊はこちらで引き受ける。クラスゼロは予定通りに頼む。按错啦，目標はあと2個、急げ急げ。広告軍と遭遇、意外と早いな。これより戦闘開始。敵の動きが予想以上だ。魔晶石の設置を急げ。
じゃあ一旦部隊、クラスゼロの状況は？水路を移動中、まだ時間がかかる。敵司令部の制圧を行え。还是要带人吗？止まれ！そこにいるのは誰だ？仕方ない。魔女石を強制発動させる。制御装置の爆破により町の能力停止を確認。現在敵の司令部近辺の兵力は手薄だ。能力が復旧する前に広告司令部を制圧しろ。司令部へ支援要請。ダメです。ソウルが落ちた時に通信装置に異常が起きています。そう、狙いはそれか。
面倒だってのに。
やかに司令官を処分せよ。奴らに戦争を教えてやれ。門が開かんだと？一体どうなってるんだ？近くの部隊を呼び戻せ。落とされるな。後期がよくやったな。任務完了。任務完了。
Thank you.
閣下、A9号より報告です。現部にて捜索対象を発見。3号機の起動を開始。完全な制御下に入るのは明朝ひとひと丸々の予定です。ようやく来たか。旧機関、代替品の方がよく働くとはな。王暦842年、炎の月。ミリテス公国はロリカ同盟跡地より玄武クリスタルを発掘、軍の制御下に置くことに成功した。これによりロリカ同盟はミリテス公国に完全吸収されることとなり、旧同盟領は公国の版図となった。この事実はオリエンス各国に速やかに通達され、スザク領ルブルム、コンコルディア王国の両国に深い衝撃を与えた。
飯食ったか。おい、ご苦労。ドクターのいるべ。刃物マニア発見。刃物マニア発見。白虎の軍事パレードですか。あの気象、あれが広告元帥指導オールスタインか。果実、我ら広告はルブルムに致命的な打撃を与え、ロリカ同盟を完全に沈黙させた。これはより大きな革新への第一歩である。旧態依然とした慣習に甘んじ、古き秩序を奉じる行為は進歩の放棄に他ならない。進歩を伴う変化を恐れぬことこそ真の広告民である。同胞たちよ、銃を取り、新しき秩序への道を開け。我らミリテス公国こそオリエンスの導き手アギトとならん。よく吠えること。オリエンスの覇権を握るためアギトの名を利用しているのでしょうね。やれやれ。わあ、ごっつい人だね。シンク、人の身体的特徴を口にするというのは良識ある人間のすることではありませんよ。でも前
サイスにシンクは見た目からして許そうって言われたよ。それはまあ私たちの間柄でのことですから。そもそも私たちの間柄というのは。俺も気にしていない。うわっ、聞いてたの。ごめんなさい。怒ってなどいない。それでも無礼なことを口にしたのは私たちですから、失礼いたしました。その気持ちがあるなら大丈夫だ。自分はリード。私はシンク、こっちはトレイ。よろしく。よろしくお願いします。自分には玄武の血が流れてる。だからごっつい人とよく言われる。玄武、確か玄武って。ああ、今や広告の手に落ちた。必ずミリテス広告を討ち取りましょう。リードさんに流れる玄武の血のためにも。俺は復讐のために力を振るうつもりはない。これ以上血を流さないために、仲間の未来のために戦う。それだけだ。なんかかっこいい人だね。ええ、強い信念を持った人のようです。待ってたよ。ほら、ここが僕の秘密の研究所なんだ。さあ、入って入って。に怒らないでよ。ちょっとした興味が高じちゃってさ。クラサメ君の時よりは軽い薬だから大丈夫だよ。はい、ごめんなさい。ごめんなさい。あ、ほら薬が切れてきたよ。もう目が覚めるから大丈夫って。おい、クラサメ君、一緒に帰ればいいのに。クラサメ君って無駄に照れ屋だよな。まだ薬がちゃんと切れてないな。仕方ない、運んであげようっと。拙者。待ってたよ。什么？又来一次哦。いろいろ見てきたけど、クラサメ君の体やっぱり魅力的だよ。現役を続けてるだけあっていい体してるんだよな。怪怪的，这里怪怪的，什么奇怪的地方啊？太可怕了。なんだ。怎么会有这么变态？要一个女角给他一个治疗剂，好变态。
どうしたの？なんだ。あ、どうしたの？お願いだから正直に言ってくれ。何？病気どのくらい悪いんだ？病気なんかないって。あ、喘息のこと？それなら大…やめてくれ。俺にだけでいい、話してくれ、頼むから。本当に何でもないの？どうして言ってくれないんだ？俺が頼りないからなのか？マキナ、気にしすぎだってば。太复杂了。本当に。私は大丈夫。可以这样讲吧。演習の時間だから、私行くね。くそ。バカ野郎。嘘が下手すぎるんだよ。哎，找不到他，再次。你知道我现在在干嘛？他得到你的大礼，好大颗、哦！得到我当然是成鸟啊，废话。
やあ、また会ったな。今日は弟には会えたのか。ああ、その割に浮かない顔だな。喧嘩でもしたのか。よくわかるな。仲がいい兄弟じゃなかったのか。兄弟ってな、普段はうざいもんさ。腹も立つし、本気で殴りたい時もある。なんかこの間と言っていることが全然違うじゃないか。いや、言ったろ、兄弟ってのはカッコ悪い関係だって。なるほど。確かにこの年になって兄弟喧嘩ってのはカッコ悪いな。俺は軍部の下っ端兵隊、弟はエリート候補生。考え方も違うさ。弟に嫉妬してるのか。いや、どっちかっていうと自分が情けないんだ。もっと戦果を上げて弟に言いたい。俺はお前を誇りに思ってるけど、お前の兄貴も誇れるやつなんだぞ。僕たちは近いうちに出撃する。うん、もし僕が頼んだら手助けしてくれるか。君は候補生だろう。候補生のサポートにつくのは軍でも超一流のやつらだ。俺みたいな一兵卒にそんな話は回ってこない。回ってきたとしたら戦ってくれるか。俺にチャンスを恵んでくれるつもりか。別にそういうつもりじゃない。こっちとしても初めての作戦は知ってるやつと組みたいだけさ。俺はチャンスが回ってこようと来なかろうと、スザクと弟の未来のために戦うだけだ。全てをかけてな。そうか、早く弟と仲直りするんだな。こんな時代だ、いつ最後になるともわからない。それが分かっていても簡単にはできない。意地があるからな、兄弟ってな。そういうもんさ。あれ、こんなところで寝ていると風邪をひきますよ。何か夢でも見ていたのですか。夢？はい、聞き取ることはできませんでしたが、何か寝言を言っているようでした。何も思い出せない。なるほど。そもそも夢というのはですね、浅い眠りの時に大脳が覚醒時と同じような脳。あ、そうだ、エースさん、レムさんが探していましたよ。一緒に行きましょう。ああ。被放生。然后听你在那边狗屁，通天大怒。你是谁？是谁死啊？